えただいまごご紹介に預かりままましたた株式会社のアナルセでございます、えー、ただいすだより当社グループの2025年3月期中間期の決算説明会を始めさせていただきます、えー、資料につきましては先ほど司会の方からご案内いただきましたが本日は決算説明資料をもとにご説明をさせていただきます 本日の内容はご覧のように大きく5つに分けてご説明させていただきます。まず、コーポレートアクションについてご説明をさせていただきます。3ページ目の企業価値向上に向けてこちらをご覧ください。全中期、中期経営計画2023。こちらにおきましては、成長のための投資に留意しつつ、ステークホルダーの皆様への還元を充実させるステージと位置づけ、各種施策、 を展開実施ししてままいりましたこれまでに行ってきた自己株式の取得などの各種取り組みもあり PBR は一時1倍に到達いたしましたが今年8月5日の日経平均株価の急落の影響や想定を上回る純資産の増加等により再び1倍を割っている状況になってございます。ステークホルダーダのの皆様の 期待に応えるために、まずは安定的な PB バール1倍超え、こちらを目指し、当社グループは ROE に注力することで、株式市場における成長期待感を醸成し、相乗効果による株主価値の極大化を目指し、取り組んでまいります。4ページをご覧ください。現中期計画では ROE 目標12%の達成に向けて、経営資源配分の考え方は、 成長投資と株主還元を戦略的に配分し、事業の成長と資本収益性の向上を図るということといたしております。具体的には、重点分野の積極的投資や、連結配当成功40%を目安に還元の向上、また、これまで同様資本政策の継続的な検討実施に取り組み、引き続き ROE の向上と 資本コストの低減にを強力に推進することで、PBR1 倍超えの早期実現と、持続的な成長の実現を図り、ステークホルダーの皆様のご期待に応えてまいります。え続きまして、2025年3月期、中間期累計、決算の概要についてご説明をさせていただきます。 6ページの今期の主なトピックス、こちらをご覧ください。会社のトピックスとして、2024年9月17日に当社の女性の活躍推進に関する取り組みをご評価いただき、厚生労働大臣よりエルボシ認定、こちらを取得いたしました。今後も自流に合わせた就業環境、福利厚生を整備し、女性のみならず、 多様な従業員一人一人が安心して業務に集中できる環境づくりに取り組み、すべての従業員の活躍とともに成長し続ける企業を目指してまいります。7ページをご覧ください。物理,作業物理サービス事業ではと、こちらを中心として仕事のやり方を変えるためにデジタルを活用する当社の考える DX、 を体験いただくための物流ショールームを2021年よりオープンしておりこれまで延べ100社400名以上の方にご来場をいただいておりますこのたび当社が大切にする要素を今まで以上に盛り込むことにおとと来場者の方々の理解が深まることを目的として改装を行いました一方モビリティサービス事業では 今期よりこれまでの知識や経験を活かした新たな価値創造の取り組みとして車両仮装事業を展開いたしております。まあ、現在は商用車などの二大仮装を主に行っておりますが、今後はお客様のニーズ、個々のニーズやライフスタイルに合わせた価値創造に向けて活動を推進いたしてまいります。以上が今期の主なトピックスの紹介となります。 8ページの決算のポイント、こちらをご覧ください。売上高は4期連続の増収、利益面でも4期連続の増益となり、売上、利益ともに中間期累計では過去最高を確保することができました。外部環境は国内外とも依然として先行き不透明な状況ではございますが、当社グループは2027年3月期を最終年度とする 中期経営計画2026、こちらの達成に向けて、木村の強みとの実践と発信、これを推進し、当社独自の質の高いサービスを提供いたしてまいります。9ページの決算の概要、こちらをご覧ください。前年同期と比較いたしますと、売上高は震災などの影響による物量減少や、 国内外子会社の物流減少などの影響はあったものの、物理サービス事業での新規拠点の開設による物流増加などにより、302億800万円、前年同期3.1%の増収となりました。利益面では、昇給などの人件費増加はございましたが、増収効果に加え、単価の見直しなどによる影響や、退職金給付費用の減少、 生産性改善などによる収益力の向上もあり、営業利益は24億6600万円、前年度比33.5%の増益、経常利益は26億8100万円、前年度比13.9%の増益、中間純利益は17億300万円、前年度比11.3%の増益となりました。え十ページの 市販機別の業績推移、こちらをご覧ください。前期と比較いたしますと、売上高は国内格納器具製品の物量増加などにより、前年同期を上回る結果となりました。11ページの地域別の市販機推移売上高、こちらをご覧ください。え前期と比較いたしますと、国内は格納器具製品の物量増加や 情報サービス事業の受注量増加などにより、前年同期を上回る結果となりました。また、中国、米国におきましても、主要顧客からの受注量の増加や、為替変動の影響などにより、前年同期を上回る結果となりました。12ページの財政状態、他、こちらをご覧ください。 自己資本比率は2.7ポイント上昇の62.5%となりました。その他の財政状態、キャッシュフローはご覧の通りでございます。13ページの設備投資上の状況、こちらをご覧ください。社内資産投資につきましては、国内では IT 投資や環境改善投資、海外では 北米子会社の溶接ロボット購入などにより5億2200万円となりました。また、賃貸資産投資はリース料車用の取得などにより9億8000万円となりました。14ページをご覧ください。当社グループは物流サービス、モビリティサービス、情報サービス、人材サービス、 こちら、これら4つの事業をそれぞれ有機的に結合させた複合的なサービスを提供、サービスの提供を行っております。セグメント別売上実績旋率は、物流サービスが70%、モビリティサービスが23.4%、この2つの事業で90%以上を占めております。え物流サービス事業、 モビリティサービス事業の売上品目占有率はご覧の通りとなってございます。以降は事業セグメント別にご説明をさせていただきます。15ページの物流サービス事業の実績、こちらをご覧ください。物流サービス事業は物流プラス IT による拡販戦略、強みを駆使した依存及び新規拡販の推進、 適正人員での最適なオペレーションを実現するためのエリア拡販活動、こちらを基本戦略に掲げ展開をいたしております。売上高は国内物理サービスにおける新規拡販などにより214億200万円、前年同期時4%の増収となりました。営業利益は増収効果に加え現場第一線における 日々の収益改善活動の推進による収益力向上などにより26億4千万円前年同期比22.8%の増益となりました16ページをご覧ください物流サービス事業はトヨタ自動車様トヨタグループ様との基盤事業の着実な強化拡大とその領域で長きにわたり培ってきました 知識と経験、他の経験を他の事業領域、特に昆虫期は自動車関連領域に共有することで新規各案並びに領域拡大を目指しております。17ページをご覧ください。このページでは主要顧客であるトヨタ自動車様、トヨタグループ様に対する業績の推移を記載いたしております。 トヨタ自動車様に対する売上高は国内格納器具製品の物量増加などにより58億3900万円前年同期11.2%の増収占有率は19.3%となりましたまたトヨタ自動車様の海外も含めたトヨタグループ様に対する売上高は北米子会社における受注量の減少などにより65億万円 前年の同期期比比5.8%の減収、占有率は21.7%となりました。トヨタ自動車様とは60年を超える取引関係があり、今後もトヨタ自動車様、トヨタグループ様のご期待、ご要望にお応えするため、課題解決のためのサービス創出をお客様の視点で積極的に推進し、お客様の満足度とお客様への貢献度を 着実に向上してまいります。18ページをご覧ください。このページでは2001年3月期に開始いたしました NLS ニューロジスティックサービスこちらの業績の推移を記載いたしております。各新規、新規戦略としてトヨタ自動車様とのお取引の中で培った物流ノウハウを他の分野 お客様に価値提供することで事業拡大を図り、現在では文具、電気、自動車、陶器、医薬品、ネット通販など、さまざまな業界の物流を手掛けております。売上高は、北米子会社における自動車関連での受注量の増加などにより、46億8300万円、前年同期4.5%の増収となり、 占有率は15.5%となりました。今後も、これまでに蓄積した物流ノウハウをベースに、さらなる拡販をする進めるとともに、収益改善活動を強化することで、持続的な成長を目指してまいります。19ページをご覧ください。このページでは、2005年に開始した中国事業、2002年に開始した北米事業の,すの業績の推移を 記載いたしております中国子会社の売上高は40億8900万円、前年同期比1.7%の増収、占有率は13.5%となりました。北米子会社の売上高は12億2700万円、前年同期比6.2%の増収、占有率は4.1%となりました。引き続き、既存顧客の振興や 新規顧客の開拓に取り組み、業用の拡大を図ってまいりたく存じます。20ページのモビリティサービス事業の実績、こちらをご覧ください。モビリティサービス事業は、キバこちらを中心とした戦略による BPO 業務の領域拡大、ノウハウを活かした新規事業の検討、デジタルトランスフォーメーションの推進による収益性の向上、 こちらを基本戦略に掲げ展開いたしております売上高は車両販売事業における販売台数の減少などもあり71億5700万円前年同期比0.2%の減収となりました営業利益は車両整備事業における収益改善活動の効果などにより4億8300万円 前年度起き29.2%の増益となりました。21ページをご覧ください。モビリティサービス事業は車両管理システムのパッケージであります木箱。こちらを軸として車両の販売からメンテナンス、リースや車両管理、さらには交通防災まで長年培ってきたノウハウを持つ当社だからこそ 価値を提供できる BPO の業務の新規拡販を強化を推進し、成長し続ける事業モデルを目指し、取り組みを進めてまいります。商品別売上高につきましては、ご覧のとおりとなっております。22ページは、戦略の KPI について記載をいたしております。この戦略の軸である木箱は、 2020年の4月にサービスを開始車両管理台数は43,552台、前年度期比4.5%の増加となりました。また、この車両管理によるシナジー効果の一つである車両のメンテナンス契約台数は35,794台、前年度期比1%の増加となりました。今後も、この木箱、 を活用したサービスを展開し、お客様の最適な車両管理体制の構築、安全、品質、コンプライアンスの向上、さらにはコスト削減に貢献いたしてまいります。23ページの情報サービス事業の実績、こちらをご覧ください。売上高は、資料顧客からの受注量の増加などにより、11億100万円。 前年同期比7.2%の増収となりました。営業利益は増収効果により1億5100万円。前年同期比53.6%の増益となりました。24ページの人材サービス事業の実績をご覧ください。売上高は中部、関東、関西におけるエリア各班の展開などにより9億300万円。 前年同期比3.7%の増収となりました。営業利益は一方で採用コストの増加などにもあり、800万円、前年同期比700万円の減益となりました。え続きまして、2025年3月期連結決算の予想についてご説明をさせていただきます。 26ページの外部環境認識、こちらをご覧ください <coughs>。私どものビジネスを取り巻く環境は、国内外とも依然として厳しい経営環境は予想されますが、中期経営計画2026、こちらのスタート年度をエリアを軸とした事業部へと組織変更し、引き続き全員参画によるワンチーム経営を推進し、主体性と スピード感を持った移動業フード作りへ取り組みを進めてまいります。業績予想につきましては、2024年4月25日に公表いたしました業績予想から変更はございません。売上高は4期連続の増収、営業利益、当期純利益は4期連続の増益、経常利益は7期連続の増益と、 いずれも過去最高を予想いたしております。27ページの業績予想の概要、こちらをご覧ください。売上高は国内海外子会社の物流減少などを見込むものの、国内物流サービス事業の新規拠点開設などによる物流の増加や、モビリティサービス事業での拡販、情報サービス事業での拡販などにより、 630億円、前期比2.4%の増収を予想いたしております。利益面では、昇給などの人件異常症を織り込んだ上で、生産性改善活動のさらなる推進などにより、営業利益は44億円、前期比7.1%の増益。定常利益は、5. 52億円、前期比6.2%の増益。 同期純利益は33億円、前期比4.1%の増益を予想いたしております。28ページの設備投資の予想をご覧ください。社用資産投資は、国内では IT 投資や環境改善投資、海外では中国子会社の物流機材、北米子会社の溶接ロボットの購入などにより、 16億4000万円を予想いたしております。また、賃貸資産投資は、リース用車両の取得などにより、19億5500万円を予想いたしております。29ページのセグメント予想1、こちらをご覧ください。物流サービス事業は、国内外子会社あ、国内、海外子会社の物流減少などを見込むものの、 国内新規拠点の開発などによる物流増加などにより、売上高は445億円、前期比2.1%の増収、営業利益は49億円、前期比4.5%の増収を予想いたしております。30ページのセグメント別予想2をご覧ください。モビリティサービス事業は、車両仮想事業の拡販や、 デジタルトランスフォーメーションの推進による車両整備事業での収益性向上などにより、売上高は149億円、前期比1.2%の増収。営業利益は9億円、前期比6.2%の増益を予想いたしております。31ページのセグメント予想3をご覧ください。情報サービス事業は物流オペレーション、 プラス IT によるソリューション提案の強化、既存顧客への振興拡販などにより、売上高は25億円、前期比15.2%の増収、営業利益は3億円、前期比32.5%の増益を予想いたしております。人材サービス事業は、採用前後のギャップをなくす安心感のある採用活動、 人材から一層価値を生む人材へ導入教育の強化実際の現場を理解した採用定着活動の推進などにより売上高は19億円前期比8.2%の増収営業利益は4000万円前期比37.1%の増益を予想しておりますえ続きまして中期経営計画2026 こちらの進捗状況について説明をさせていただきます。33ページの中期経営計画2026、こちらの基本方針をご覧ください。中期経営計画2026では、日村の強みの実践と発信、つまりは日村ブランドの確立、こちらを基本方針として各種戦略を推進いたしてまいります。え当社グループの強みは、 人と,と機能と知識と経験こ、これらであり、お客様へのお役立ちを図ろうとする人が当社グループの持つ豊富な商品ラインナップ、企画・設計ノウハウ、システム開発、さらには現場力といった機能と、創業140年以上にわたって培ってきた知識と経験を生かし、お客様のご期待にお応えしていくということでございます。 この強みを見分け上げることで、次もお客様から選んでいただけるイムラブブランドを確立し、お客様への貢献拡大を図ってまいります。34ページの中期経営計画2026の経営目標をご覧ください。2027年3月期の売上高は700億円。営業利益は53億円。営業利益率は7.6%。 ROE は12%の目標を掲げております。35ページのをご覧ください。中期経営計画2026、売上計画達成に向けたロードマップはご覧のとおりとなっており、各事業を有機的につなげることで目標達成を目指してまいります。36ページの中期業績進捗状況をご覧ください。 中期経営計画2026の数値目標に対する2025年3月期予想の進捗ですが、売上高は90%、営業利益は83%、経常利益は89.7%、当期純利益は86.8%を予想いたしております。セグメント別進捗状況は37ページに記載のとおりでございます。 続きまして利益還元についてご説明をさせていただきます39ページの利益還元についてをご覧ください当社は株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけており配当成功40%こちらを目安に財務基盤を維持しつつ還元向上を図っていくことといたしております 2025年3月期の配当金につきましては、中間配当は前期比5円の五円増配の30円、期末配当は30円、年間配当金は前期比5円増配の1株当たり60円を予想いたしており、年間配当成功は40%となる予定でございます。え引き続き、 大変厳しい経営環境ではございますけれども、テイクハルドの皆さんとともに成長、発展し続ける企業を目指し、競争力の強化、収益力の向上に取り組んでまいります。